アメリカ合衆国において社会保障、ソーシャルセキュリティとは一般的に連邦政府の運営する老年、遺族、障害者保険プログラムを指し、これは社会保障局が所管している。初の社会保障法は1935年にフランクリン・ルーズベルトにより署名され、現在も改正され有効である。米国の社会保障は主に給与税を財源としており、 連邦保険拠出法及び自営基金法を根拠とする。拠出金はアメリカ合衆国内国債入庁により調税され、連邦老齢遺族保険信託基金、連邦障害保険信託基金、社会保障年金信託基金といった連邦基金に信託される。わずかな例外を除いて、すべての給与が課税所得とみなされ、給与税の対象となる。 課税上限枠額も存在し、2018年においては、課税対象は最大年収128,400ドルまでである。2015年では、オスディの社会保障支出は7,505億ドル、障害保険の支出は1,466億ドルであった。この社会保障支出によって、65歳以上のアメリカ人の貧困率をお,およそ40%から10%に、 下げることができていると推計されている。2018年に社会保障年金信託基金は、現プログラムの財政は2034年に破綻するであろうと報告している。メディケア、メディケード、ソーシャルセキュリティの支出推移社会保障局が所管する主なプログラムには以下がある。外国で働く労働者が、その国と米国で二重の社会保障負担が生じないよう、 いくつかの国とは社会保障協定を結んでいる。以下は合意国の一覧である。社会保障プログラムの副産物として、加入者識別番号である社会保障番号が採用されており、これは事実上の国民識別番号となっている。社会保障は社会保障税を納税してきた本人が、高齢になり退職した後の生活保障のための老齢年金が基本であるが、 以下のような様々な保障も社会保障の一部であり、総称してオスディと呼ばれる。日本の遺族年金や厚生年金受給開始年齢の男女差のような性別に関わる差別は一切ない。満額支給年齢は2012年現在66歳であるが少年が遅くなるにつれ2ヶ月単位で支給開始年齢が遅くなる。 満額支給年齢を待たずに62歳から繰り上げ、減額受給減額や70歳まで受給開始を遅らせる繰り下げ加算受給制度加算もあるが、繰り上げ受給は減額が一生続く以外にもフラ以前に社会保障以外の所得を得ている間は減額され、繰り下げ受給は加算分の累計が受給チェーン分に追いつくのに繰り下げ期間の長短を 問わず実際に受給開始から12年半を要する、などのデメリットがある。ただし、下記に示すように、勤労、事業所得や IRA や401からの引き出しなど、社会保障以外に一定額以上の課税所得がある、場合は、社会保障受給額の一部が、連邦所得税の課税対象となり、また累進課税の効果、未来の税率が予測不可能など、 損得勘定には、かなり曖昧で大胆な予想。家庭を含む面倒な計算が必要で、加算分の累積が繰り下げ期間中のエベカリし受給額に追いつく時間だけをもって一概に繰り下げ、受給が損または、得とは断定できない。老齢年金の受給資格を得るには、最低40クレジットの加入実績が必要である。社会保障税の対象となる利子。 配当などを除く年間所得の一定金額ごとに1クレジットが加算されるも、各年度で最大4クレジットまでしか得られないので、受給資格条件である40クレジットを得るには10年かかる。日米社会保障協定などで外国の公的年金の加入期間と通算する場合は、最低6クレジットの加入実績が必要である。1977年度までは所得申告は、 市販機ごとだったので市販機イコール1クレジットだったが、1978年以降は年単位の所得申告になったので、クレジットの計算も1年単位になった。日本語で社会保障について解説している弁護士事務所などのサイトの多くには、未だに市販機イコール1クレジットであるような誤解が見られる。支給金額は過去に納付した。 社会保障税の対象所得金額と加入期間で計算される平均補正月収によって決まる。2015年に62歳になる人の支給金額の計算方法の概要は以下の通り。支給金額の計算は62歳になった年に一旦確定し、その後毎年生活費補正と呼ばれる係数で補正され、例えば満額支給年齢から実際に受給を、 開始した場合は62歳になった年に確定した金額を4年間分のコーラの累積で補正した支給金額になる。実際の支給金額はこの金額に、さらに満額支給年齢からの繰り上げ受給あるいは繰り下げ受給の減額、加算分を上ずる。1月1日に62歳になった人は、その前年度の扱いになる。日本の老齢基礎年金のように、 所得に関係なく、毎月一定の保険料を納付し続け、支給金額は保険料の支払い回数に完全性比例で決まる、いわば積み立て型の年金額計算とは違い、生涯労働年数35年をモデルとした所得保障志向である。ただし、日本の国民年金が40年あるいは60歳で、保険料の払い込み終了となるのとは異なり、35年を超えても、 社会保障税の対象所得がある限り、すでに社会保障受給中でも、社会保障税が徴収される。上記の最後のステップでわかるように、平均補正月収が少ない人ほど、実際の支給額の平均補正月収に対する割合が大きい。例えば、平均補正月収額791ドルの人の受給金額は712ドル、4768ドルの、 人のそれは2004.8ドルである。これは社会保障が所得債分配の性格を持っていることを意味する。2013年現在66歳の人の受給額は最低月額1ドルから最高2685.5ドルである。支給額は途中計算では10セント単位に切り下げられ、繰り上げ減額、繰り下げ加算補正をした最終的な支給額では1ドル単位に、 切り下げられる。ただし、所得税支払いが見込まれる人は、社会保障から支給額の最高25%までの連邦所得税減税徴収ができるので、減税徴収後の実際の送金額には、セント単位の波数が生じることがある。社会保障受給開始後も働き続け、社会保障税の対象となる所得があり、実際に社会保障税を納税し、 もしその所得金額が平均補正月収額を計算した35年間中の最低年次所得額より大きいとその最低所得年度分がこのより多い所得金額で置き換えられるため結果的に平均補正月収が増加し支給金額がその所得を得た年度に遡って増加する。日本の厚生労働年金が受給開始後も雇用されていると給与の額と年金の 期待に応じて、年金の一部、または全部が、支給停止されることがあり、高齢者の勤労意欲を削ぐ要因の一つになっていることとは対照的である。PIA は、老齢年金の基礎額となる。障害年金や遺族年金額も、PIA を基礎として、本人や遺族配偶者の年齢や、配偶者自身の社会保障などで補正される。 社会保障とその他一切の課税所得の合計収入が一定額を超えると社会保障収入の最高85%も連邦所得税の対象となる。これらの所得には通常401や通常 IRA のような課税、繰延老後資金の取り崩しも含まれるが、ロス401やロス IRA のような非課税老後資金の取り崩しは含まれない。 社会保障収入そのものがさらに社会保障税の対象になることはない。州の所得税は州により課税する州としない州がある。他に所得があっても、支給額そのものが減額されることはないが、例外が2つある。一つは、上期、支給年齢で記した万額支給年齢以前の受給の減額。2015年現在、フラ以前に受給しながら得た。 所得金額の15,720ドルを超える分の所得2ドルあたり1ドルが支給金額から減額される。もう一つの例外は WEP と呼ばれる制度で外国の公的年金など社会保障税の対象とならない過去の所得に金する年金所得のある場合62歳あるいは障害者になった年の前年までに一定額以上の 社会保障税の対象となる所得を得た実績が30年未満であると、青年と一定額以上の社会保障税対象所得を得た年数によって、上期支給金額の計算の平均補正月収額の最初の826ドルの90%の90%の部分が前期、一定金額以上の所得実績の年数の30年からの不足年数1年あたり5%ずつ。 実績年数20年以下の場合の最低 40%5% まで減少し、満額である90%の場合に比べて2015年現在、最高月額413ドル減額される。例えば、社会保障と日本の公的年金を合わせて受給する場合、日本の公的年金受給額の一部が社会保障から減額されることがある。これは、前述のように、 社会保障の目的が、老後の所得保障であり、所得の再分配であるという理由による。ただし減額は、外部年金額の1、2を超えることはない。この WEP の減額は、社会保障税の対象とならない、過去の所得に金する、年金所得にのみ適用されるので、日本の公的年金でも、老齢基礎年金部分は該当しない。ありがとうございます。